の渡辺です。今回は ZC32S の、エンジンのヘッドガスケットを新規に開発しましたんで、ちょっとその、開発シーンの一部をご紹介していきたいと思います。まあ、実際このヘッドガスケットは、我々が設計して、ガスケットメーカーさんに作ってもらってます。ガスケットって構造、まあ、最近のガスケットはこうメタル金属を使ってます。まあ、構造としては、まあ、今回の厚みのものは、3枚構造になってます。まあ、その中でも、シールする部分が大きく3つに分かれています。ガスシール、まあ、これ燃焼ガスをシールする部分、ここは一番シール部分としては強く押さえてくれないといけない部分です。非常に高温なガス燃焼圧を、これで止めます。でその次に外側にある、まあ、ここが水の通路になるんですけども、この水の通路を、当然その燃焼室、シリンダーの中に入れないための外側の、まあ、ビードといいますけども、バネのような構造で、押さえている部分と、まあ、外側とがあります。でさらにオイル通路なんかを、あとはブローバイガスの、まあ、要はシリンダーブロックと水ではないオイルだとかガスのシールの部分がこういった外側にそれぞれあります。しっかりシールができてないと、水漏れオイル漏れ、さらにはガス漏れの原因になりますんで、そこをちゃんと設計通りできているのかどうか、問題がないかどうかっていうのをこれから確認していきます。富士フイルムの、プレスケールというガスケットの、まあ、面圧、をまあ、締め付けることによって、確認できるこういうシートが売られてます。今回我々が使うのは、高圧用中圧用で2種類同じヘッドガスケットで使います。でこういうシート状のものを、まあ、ヘッドボルトの穴と同じような位置に開けてヘッドガスケットの間にサンドイッチして実際エンジンを組み立てます。締め上げた後に外してみて、色として変化しますので、その色を見たり、まあ、本来我々が想定してた通り水のシールだとか、ガスのシール部分がちゃんとつながってるのかどうかっていうのを確認していきます。もしこれわずかでもつながってない部分が見つかったりすると、まあ、さっき言ったオイル漏れ、水漏れ、まあ、いろんなことにつながってきますので非常に重要な確認項目になります。はい、ちょっとじゃあこの後作業をしてみますんで、見てください。はい、今計測した結果今ここに貼り出してます。これまず最初にやってもらった中圧の、タイプのものです。見ての通り非常にくっきりと、まあ、部分的にはこういう圧力分布が、見てわかると思いますけども、重要な、この外側の水シール、まあ、ブローバイガスの、ガスの通路、まあ、油圧のかかるオイルの通路、まあ、それぞれがしっかり、シールされているのが分かると思います。まずは結果としては中圧タイプで、十分な問題ないレベルのものが出来上がっているのはこれで分かります。次はより高い圧力でないと反応しない高圧タイプで の評価を見ていきます。さっきの中圧に対して圧倒的にこう薄く表示してます。まあ、これはより強い圧力ではないと反応しないタイプのシートを使ってるからです。で、先ほどの中圧タイプで十分出てても、この高圧タイプで途切れるところが出てしまうと、そこはやはり弱い部分だという判断になりますんで、まあ、そのあたりを、まあ、見ていきたいと思います。先ほどの中圧タイプでも十分なまあ、シールは確保できているのは確認できてますので、さらにじゃあ高圧タイプになった時に、まあ、
どこにどんな分布してるのかなっていう確認のためです。うっすらですけども、外側の、この水シールも途切れずにちゃんとつながってます。グローバルガスのシールも、問題ありません。油圧の通路ですね、これも問題なく出てます。まあ、このガスシールのところ見てもらうと分かるんですけど、先ほどはもう真っ赤で、どこがどういうふうにシールしてるか分かりませんでしたけども、これはだいたいどこが、どんな強くと、弱い部分とっていうのがこうもう見えてきてます。で、これを見ながら、いくらシリンダーヘッドブロックの面を整備していっても、若干どうしてもこう歪みだとかいろんなもの出ますし、ヘッドボルトは、このピッチで押さえてますから、遠いところっていうのは若干こう弱めに出てしまうのはしょうがないです。これはヘッドの、剛性の問題だとかいろんな問題もここにかかってきますんで、我々はそこまで考慮してガスケットの開発をしています。我々ここまでヘッドガスケットにもこだわって製品作ってます。ぜひエンジンを開けて、チューニングする際にはぜひ我々のこのヘッドガスケットを使ってみてください。